見せてみろ。なるほど、確かに全ての素材が揃っておる。これで兄様の病は治るのですよね？慌てるな。いくらわしでもすぐにというわけにはいかん。作るのは薪だからな。だが案ずることはない。お前の兄が病に倒れる前には必ず完成させると約束しよう。お願いします。どれくらいでできるんだ？さあな、それほどかからぬだろうが、いつまでとは言えぬな。お時間があるようでしたら一度里に戻ってもよろしいでしょうか。ジュレ様にこれまでのことをご報告できればと思いまして。それにあれからまた魔物に襲われていないか気になりますか？あれからそういった噂は聞かないからな。大丈夫だとは思うが万が一ということもあるし、まあ考えているくらいなら確かめに行った方が手っ取り早いか。いいでしょ。勝手にしろ。私も一緒に行っていいですか？お兄さんのところにいなくていいんですか？薪を手に入れるまでは戻らないと決めたんです。それにリラルアさんと一緒で私もこの旅に出るまでは里からほとんど出たことがありませんでした。だからでしょうか、皆さんと一緒に旅をできることが楽しくて。それに私にもお役に立てることがあるかもしれませんし。ことなら大歓迎さ。お嬢ちゃんの腕は確かだからな。それに女性は一人でも多い方が場が華やかになっていい。ったくまたそれか。旅とは言っても転送法人を使えばすぐだし、時間があるなら町に寄ってちょうだい。依頼の確認をしたいから。あの魔物のことでも調べるつもりか？あんたには関係ないでしょ。そうだったな。さあ行きましょう。お前はハイエルフか？ならばここを立ち去る前にお前の血を少し分けてもらいたいのだが。血ですか？本来薪を完成させるにはハイエルフの血が必要となる。それは諦めておったが、手間は取らせん。必要な量もわずかだ。その娘の助けにもなることだぞ。ならば少し待ってくれ。器を持ってくる。どこまでお人よしになれば気が済むんだかな。ま、好きにすればいい。俺は外で待ってるぜ。この洞窟はどうも陰気臭くて居心地が悪い。しない大したことではありませんから。この世界のハイエルフは私だけみたいですし、私にしかできないことならば私がするしかないと思うんです。ユーミルさんのお兄さんが元気になれば私も嬉しいですしね。そうです、ありがとうございます。